おはようございます。チームジャルパックです。ヨーコです。ユーゴです。よろしくお願いします。今日はハイキングに来ております。ここはどこですか？ここはですね、マカプーという場所なんですけれども、マカプーにあるテレの椅子というパワースポットがあります。パワースポット、そこに行く行き方をご紹介できればなと思っております。あー、楽しみですね本当です、初めて行きます。トレイルの入り口に今来てるんですけど、いろいろこの案内板があります。国道からパーキングに入って、今日はここ分岐になってて、ちょっと赤い点線ありますけどね、この点線を通って岬みたいなところまで行くと、そのペレの椅子っていうのがあります。あそこに行きます。今日どこですか？あのね、椅子があるんですよ。ああ、なんか椅子っぽい形の。今日はあそこに向かって歩いていきます。イエーイ、はい、いきなり道が分かれ道になってるので、そこを見ていただきますね。ここからいきなり本筋から外れます。右が砂利道になってますので、はい、この砂利道をずっと、表面にテレの椅子が見えてますので、ね、あれだなと思っていただいて、そっちに進んでいきましょう。じゃあ行きましょう。ようこさん、ペレって知ってます？知らないです。何ですか、ペレ？ペレはポリネシアの神話があるんですけど、その中で出てくる火の神様がペレという。へー、それの椅子なんですか？はい、それの椅子なんですよ。へー、ペレさんどっから来たか知ってますか？ペレさんはハワイ島ですか？あー、ちょっと違いますね。あ、違いますね一応伝承ではカヒキというところ。カヒキところ。ハワイ諸島以外のところから来た人ですね。そうなんですね。来ましたという現象だったんですね。で、そのハワイ島っていうのは、今住んでるところなんです。あ、このペレスさんがキラウエア火山さんですね。キラウエア火山さん、はい、ハレマウマウというところですよ ね。 そうですね、確か。そうですね。なんで、他のところからこのハワイ諸島に来たかしたんですよ。なんか追われてきたんですか諸説ありますけど、諸説ありますか？合ってますよ。いくつかの説がある中では、お姉さんに追われて、お姉さんに追われて、はい、お姉さんが海の神様です。で、お兄さんがサメの神様 でペレは火の神様なんですね。まあ、兄弟喧嘩してお姉さんに追われて、でハワイにたどり着いたという人なんですね。ハワイって8つ島が、8個島がありますけど、一番北の島にまずたどり着くんですよ。そこから北からどんどん南に下がっていく感じで、島を転々として移動してくるんですけど、オアフ島に来て、もうまた別のとこ行くかって言って、南の方を見ながら考えてた時に座ってた椅子がペレの椅子らしいです。おお、なるほどね。今ペレの椅子見えてますけどね。左のルート行くとペレの椅子に行けます。こっちに、はい、で右のルート行くとこれビーチに出るんですよ。海岸線沿いをずっと歩いていけるっていうトレイルコースになります。これビーチ出てからも行けるんですよ。ああ、そうなんですね。ちょっとお試しで右のルートを選んでいきたいと思います。おー、ペレの椅子がもう間近ですね。あ、ちょっとそうですね。わお、水着持ってきていただければね、ここでゆっくり休めます。そうですね、すごいいいですね。ここ人もあんまりいないですしね。穴場ですね。ここ一番最短距離です。じゃあ行きましょうか。ここからすごい穏やかな。おう、
すごい楽しかったです本当に楽しかったです、はいはい、ぜひ皆様も来てみてください。15分間ぐらいでしたもんね、まあ、あっという間でしたね、はい、すごい楽しいですし本当景色もいいですしね。水を必ずお持ちいただいてスニーカーで来ていただくって感じですね、はい、皆様今回はペレの椅子ご紹介いたしましたけどいかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。はい、楽しみました。よかったです。ありがとうございました。また次回も楽しい動画を作ってください。作りましょうね。じゃあ次回またお会いしましょう。はい、マハロー。マハロー。どっち見ていいか分かんないでしょ。はい、では皆様今回は初めてのハイキング動画をお届けしてましたがいかがでしたでしょうか ね、 ね、これからも新しい動画に挑戦していきたいと思います。そうですね、はい、皆様引き続き応援よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。また次週までアロハー。はい、アロハー。